り上げチャンネルのお時間です。今日はねちょっと背景が違います。いい感じでしょ。はい、というわけでですね、今日は夢占いって知ってますか？なんか私は夢を見たら起きたらすぐ夢占いってインターネットで調べちゃうんですけど、今日はこの最近私が見た夢を調べて当たってるか、なんか自分の心情とかをちょっと調べたいと思います。最近見た夢はですね、まあゲームセンターで、私は何なのかちょっとよくわかんないけど UFO キャッチャーがあって目の前に、でそこにいっぱい某なんか人気キャラクターがいっぱい置いてあるわけですよ。それでそこでおばちゃんかな、お姉さんでもないけど、なんかの人がこうタタタタタってきてお金を入れるわけですよ。でそのいなくなっちゃうわけですよ。それでお金を入れた分だけ勝手にクレーンが動いてたら、そのキャラクターがめちゃめちゃ下に流れてって、めちゃめちゃ取れてて、そのおばちゃんがなんか友達とかと話しながら戻ってきたらめちゃめちゃ取れてるみたいな夢を見たんですこれを調べてみたいと思います。どうやって調べればいいかな。 UFO キャッチャー夢占い、え、これマジで結構こと細かくインターネット載ってますからね。 UFO キャッチャーに関する、これにしようかな。夢占い、 UFO キャッチャーに関する夢の診断結果。UFO キャッチャーで景品を取ったりうまく取れなくてイライラしたり、どんな意味があるでしょうか。うわ、めっちゃある、めっちゃあるんですけど、私の場合は、あ、たくさん景品が取れる夢か。3番かな、3番見てみようかな。 UFO キャッチャーでたくさん景品が取れる夢、この夢は運気が上昇していくということを暗示しています。今まで辛い目には合わなかったけど、なんとなく運気が停滞していたのかもしれません。しかし積極的になることで運気が一気にいい方向に向かいそう。いい夢でしたね。でもこれなんか見てた夢だからな。これかな。この夢はまだまだ目標には到達できていないということを暗示しています。目指していることは結構難しいことでしょうか。こっちかな、こっちかも。で、目指していることは結構難しいことでしょうかって、難しいのかな。めちゃめちゃ出てくるんですよ、こうやってこと細かく。恋人に UFO キャッチャーで取った景品をもらう夢とかもいろいろあるからね。まあこんな感じで、まあ、ちょっと当たってるんじゃないかな、本当に。でも本当に思う。あとは最近見たのは歯が全部抜ける夢、てかそこしか覚えてないんですけど、歯が全部抜ける夢を、歯が抜ける夢占い、あ、出てきました。16パターンもあるらしい、歯が抜ける夢って歯が抜ける夢、あ、歯が抜ける夢、歯がごっそり抜けてしまう夢、これこれこれ。そう、ちょっとなんか起きた時に怖くなるんですよ。え、全部抜けたかもみたいな、自分の性的魅力がなくなることへの恐れを暗示している夢です。住まいが散らかってませんか。部屋の片付けをすることで運気が上がっていきます。え、部屋汚いかな。でも最近海外行ってたから汚いかも。心配でしたら一度タロットや占い鑑定を受けてみてください。こちらとか、待って待って、宣伝やんこれ。え、あ、これだな、これ10番、歯が全部抜けてしまう夢、あなたの環境がまるっと変わってしまう暗示なのです。それがあなたの再生となるのなら大吉夢、急な事例や転勤が待っているのかもしれない。はあ、なるほど。あ、でも確かに最近やっぱエスカは決まったし、あの、そうですね、エスカは決まったからかな、ちょっと。そうなんです、あのエスカはさんの方のレギュラーモデルが決まったので、4月7日発売の号からもう私載っていますので、ぜひ皆さんあのこちらの方で読んでください。なんなら買ってください、よろしくお願いします。宣伝やんこれというわけでね、皆さんも夢占いして、なんか本当に結構夢見たのを調べると、本当に、あ、ちょっと当たってるかもって思うことがあるので、よかったら皆さんぜひ夢占いしちゃってください。というわけで皆さん、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。